東京臨海福都市に東足尾潮,潮風公園地図潮風公園は東京都品川区東足尾にある都立公園である。1974年6月1日開園。面積は約15.5ヘクタール。開園当時の名称は十三号地公園であった。お台場海浜公園と東足尾緑道公園を結ぶ。園内の海側はすべて舗装された。 遊歩道となっており、観光を楽しむ人の他に、日光浴、ジョギング、サイクリング、釣りをする人が多い。都心方面から羽田空港方面まで、東京港全体を見渡すことができ、空気が澄んだ日には、富士山が見えることもあって、見晴らしは隣接するお台場海浜公園よりも良い。水と緑のプロムナードは、公園南地区のメインストリートで、南中央で入り口と、 噴水広場を結ぶ。真ん中には噴水があり、ストリート全体にワシントンや首都カスケードが立ち並び南国の雰囲気がある。噴水広場は夏場は特に子供たちで賑わう。すぐ近くには船の形をしたコンビネーション遊具ぐしかぜ丸があり、こちらも子供たちで賑わう。公園中央に東京湾岸道路が通り、公園を南北に分けている。 この道路は途中で海底へ潜って東京港トンネルへ抜ける。海底へ潜ったところに湾岸線の寒気塔が大きくそびえ立つ。2012年まではその寒気塔の海側に潮風橋があり、公園内で南北間を行き来する手段はこの橋だけであったが、東日本大震災の影響や経年劣化に伴い撤去された。しかし東京2020大会開催に伴い、 新たに橋が架けられた。公園北側に行くとバーベキュー広場がある。潮風公園塔の日曜の午後と名付けられた彫刻は特にユニークで正面から見た形と横から見た形では全く別の形に見えてしまう。夕日の塔は夕日を背景にしたシルエットが印象的である。夕日の塔から北中央出入り口までは街と海のプロムナードが伸びる。 太陽の広場は、かなり広大で開放的な芝生広場で、子供たちの他にも、犬などが走り回っている。海と対岸の天王ズアイルが見えるためロケーションが良く、さらに富士テレビから近いこともあり、テレビ番組や、写真の撮影場所として使用されることが多い。入園は無料であるが、撮影はもちろん事前に申請を出し、当日には使用料を払う必要がある。 換気等を背後に駐車場方面から太陽の広場にかかる潮風橋はサビなどの老朽化で2012年に撤去されていたがオリンピックの改造工事にて新たに掛け替えられた。信号がない、車が通らない、夜でも比較的明るい、景色が良い、通路が整備されているなどという点から下記のコースは犬の散歩、ウォーキングジョギングサイクリングなどの定番コースである。 カコースはすべて、隔たりなく連結している。徒歩では片道1時間程度。ただし、台場公園は、サイクリング不可。以前は、東京水ベライン、東京都観光機船が運行していて、大見で下船して、徒歩3分であったが、現在は運休している。ありがとうございます。